これでいいよ。ね、やだ、これ可愛くない？もっと可愛いのにして。可愛いのがいいです。なんか、お花の冠みたいなやつとか。36ですかって言われた。確かに。それはちょっと嫌かも。アレクサ、7時半。え、どういうこと？どういうこと？7時30分ですね。今？午前、午後どちらですか？もうやだ。やだやだやだ。7時30分ですね。午前、午後どちらですか？午後。午後7時30分にアラームを設定しました。ありがとう。助かりました。え、ジャケット可愛いでしょ？やばいでしょ？超可愛くない？え、待って、何何何、流れちゃった。好きな人と会話しててスタンプ1個で返信されたらもう諦め、え、なんで諦めるの？全然諦めなくない？諦める必要ないよ。てか LINE は LINE なんてって感じだよ。 LINE なんていいんだよ、全然関係ない。だってなんか私恋愛よくわかんないけど、普通に好きな人でも既読無視すると思う。私全然、送りたい時に送ればいいんだよ。か、新しい話題出すとか、なんかちょっと時間を置いてまた送るとか。わかんないけど、そんなこと言ってるけど私は自分から送れない。こんばんは。タケノコの里とキノコの山、どっちが好き？タケノコ。でもキノコも好き。ハーフとクォーターの見分け方。え、わかんない。聞いた方がいいんじゃない？ やばい、今日なんかズバズバ言ってしまう。 聞いたらわかると思います。ストレート似合う？ありがとう。でもね、巻き髪の方がいいって言われた、リリコに、友達に。ジャケットね、これエモダ、エモダのジャケットです。可愛くない？でもこれね、多分去年のだったかも。ちょっと前に買ったんだよね。LINE なんていいの？どういうこと？え、違う違う。LINE で好きか好き、脈なし脈ありとかわかんないよって話。まあ、なんか一生帰ってこないとかだったら完全に脈なしだけど。大きいピアス、ありがとう。これ可愛いよね。これどこで買ったんだろう、忘れちゃった。そう、エモだ、可愛いよね。最近なんか、なんて言うんだろう、フェミニンなお洋服あんまり着てないの気がする。好きなんだけどね、何でも着るけど。なんかフェミニンってよりは、なんだろう、上品みたいな、まあどっちももちかみたいなお洋服着ることが増えたかも。なんかなんて言うんだろうな、フリフリお花柄みたいな、フリフリってよりは真っ黒のワンピースとか。言いたいことわかるかな？LINE で脈はわかんない。それの？これ？そう、かわいいよね。重そうなデザインの小顔強調。褒め上手なんだけど。嬉しい。そう、シック。こんばんは。TikTok のチャットで炎が70も続いてる。私 TikTok のチャット使ったことないからわかんないけど。だからテキスト？メッセージで脈ありか脈なしなんてわからない。なんでかっていうと、友達でも続けるじゃん。続ける人は続けるじゃん。だから絶対に会った方がいい。会わないとわかんないよって私は思います。あ、でも内容によるんじゃない？続いてるから脈ありとか脈なしとかじゃなくて、内容、マジでだと思う。
え、違うかな、間違えてたらごめんなさい。脈ありでも、でも続くってことはちょっと脈ありなんじゃないって思います。脈ありだと思う。美人ありがとう、ありがとう。私ね、本当に本当に心開いてる人にはあんまりなんか私メッセージ、仕事とか業務連絡以外でやり取りしないタイプなのね。あんまり連絡取らないんだけど、なんかなんていうのか、何日も雑談を続けるとかあんまりしないの。男の子女の子関係なく、そうなんだけど、本当に心開いてる家族とかにはめっちゃ追いラインするんだよねなんかこれってどこにあるとか、今度これ行きたいから、なんかここ行きたいとか、なんか写真2枚ぐらい送ってどっち1枚目にしたらいいと思うとかを、もうありえない量送って既読無視される心で会話いいじゃん、喋らずに済む。久々に喋れて嬉しい、私も嬉しい、ありがとう。あ、フォローありがとうございます。皆さんフォローしてください。インスタもいつから美人なの？生まれた時からです。既読スルーされるから、既読無視しないでって送ったら電話かかってくる家族あるある随分久しい。それな、私ね全然最近できてなかったよね。てかさ、このさバニラコだったっけの、プランパーわかるかな、めっちゃ流行ってたんだけど、プランパーのマキシっていうやつさ、これ誰か使ってみてほしい。唐辛子入ってるんだけど、もうめっちゃね痛いの。化粧する前につけるんだけど、超ぷっくりして超可愛いんだけど、リップがなんだけど、超痛い。忙しくしてます。イラン人の特徴はどんな性格？私日本生まれ日本育ちだからわかんないけど、でも優しい、とっても優しいけど、ちゃんとはっきり言うイメージある。嫌なこととか思ってることとか自分の意見はっきり言うイメージ。まあ日本人が言わなさすぎるだけだよね多分わかんないけど、でも本当に愛情深いかも。本当に愛情深い、イランの人ってみんな家族が一番みたいな可愛いからフォローしたよ、ありがとう。ってことでインスタもそのままフォローしてください。マキシマイズ、あ、そうそう、そんな感じ。昨日は東京スカイツリーの展望台でハチマキに一番の願い事を書きました。内容は富士講座卒業生をレギュラー復帰を願って。ありがとう、頑張ります。ボタン開いてる、わざとだよ。そう、これ閉めるとね、なんかね、お医者さんみたいになるの開けた方が可愛くて、でも中から来てるから大丈夫だよハーフってとってもいい匂いがする。そうなの？自分じゃ分かんないですけど、今日はディオールの香水をつけようと思っています。昨日はね、アルマーニの香水つけたの。アルマーニの香水めっちゃいい匂いだよ。私はメンズ、実を言うとパパの香水を盗んできました沖縄に帰った時になんかアルマーニの香水が置いてあって、お家に、実家にね。それで、え、これ待って、誰のみたいな、誰のっていうか、まあどうせお父さんのでしかないんだけど、メンズって時点で、でなんか、え、こんなの持ってたのみたいな思ってつけてみたら、めっちゃいい匂いで、ちょっと強いけど、え、やばいと思って、なんか誰も使ってなさそうだったから何も言わずに持って帰ってきた持って帰ってきたっていうか、こっちに持ってきた。なのでパパには気づかれてないと思います。後輩のミスコンとか見に行くの？後輩のミスコンは去年見に行ったよ。あ、てか去年はね、ゲストで出させてもらったんだけど、今年のね、ミスコン知り合いが一人もいなくて、てか私が友達が全然いないっていうのもあるんだけど、そう、開けた方が男よって、
え、私いらないんだけどそういうのそういうの求めてないです。こんばんは。ディオールって純日本人じゃないといい匂いしない。え、どういうこと。椎名にいらんって言われない人生。